このスバ。できたわ。あなたたちの服よ。すごい。私たちが今着ているものとそっくりね。驚きました。こんなにも早く完成させるなんて、本当に手慣れているんですね。いやいや、そんなに褒めないでよ。でも我ながらいい出来ね。そうだわ、せっかくだから私が着てみてもいいかしら。こんな衣装着る機会もないし。ほら、めぐみんも一緒に。え、私もですか？ゼロからお着替え。じゃーん。どうどう、似合うかしら。とてもお似合いです、アクア様。ねえレム、アクアも素敵だけど、ほら見て、レムの服を着ためぐみんもすっごく可愛い。ありがとうございます。しかし胸のあたりがスースーする気も。レムの胸の大きさに合わせて仕立てたから、めぐみんには大きいのかしら。詰め物でもする？しませんよ、しませんとも。ですが体型に合わせなければ動きづらいかと。めぐみん様、レムが大きさを調整いたします。大きさ？今大きさと言いましたか？勝手に大きさを気にしていると思うのはやめてください。こんなにのんびりした時間久しぶりかも。握手付きお競技にこういうのがあるわ。何時何かのことで悩むなら、今を楽しく生きなさい。いつも大変なことばかりじゃ疲れちゃうわ。せめて元の世界に戻るまで少しは楽しめばいいんじゃない？ありがとう。このスバ。